初めてのワンオペの夜っていうのを撮ろうかなと思ってて、今ね赤ちゃんのお風呂と私のお風呂どうしようと思って、そういつもは沐浴2人でっていうかほぼほぼマークがやってくれてるから、私ね沐浴苦手なんですよね。赤ちゃんって洋服着てる状態だったら抱っこもひょいっとできるんだけど、なんかね赤ちゃんが裸になってる状態だとすごくね弱々しく見えちゃって、なんかねどこ持っていいんだろうってなっちゃうんですよね。でうちはもうすぐで生後2ヶ月になるんだけど、まあ、1ヶ月検診終わってね大人と同じお風呂入っていいですよって言われたんだけど、まだ沐浴してて、まあ、どこかの週末とかでお互い余裕のある時にチャレンジしたいねって言ってて、夕方の5時半 で私も晩ご飯早めに食べちゃおうと思って、今食べかけなんだけど残り物のハヤシライス温めて今食べてます。やん泣きですか、どうしたの、いつも沐浴で使っているラッコハグスリッチューのベビーバス、これはあの大人と同じお風呂に入るようになったらお風呂の中の待機場所っていう感じにしようと思ってて、今とりあえず沐浴の着替え場所にしてます。で、あとこの中にボディーソープとかバスタオルとかガーゼ、綿棒、着替えとか全部入ってます。待って、今沐浴しようと思ったらちょうど娘ちゃんが寝ちゃいました。寝てるから沐浴後ででいいかな、そしたら赤ちゃん今寝てるのでこの隙に歯磨きして、あとお風呂も沸かしたいと思います。お風呂が沸きましたよって、じゃあお風呂入りますか。とりあえずこれね、好きなベーブってこれがすすぎがいらない沐浴剤ってことで、最近これがね夫も楽だって言って気に入ってて、ちょっとね、まさにワンオペの時は助かるね。キャップ2杯分入れて、ガーゼね。ね、ママもよく頑張るから、一緒に頑張ろう。ありがとう。よし。ね、気持ちいいねって。もともとは泡立つソープ使ってたんだけど、一人の時は本当、すすぎがいらないっていうのがね、助かるね。それでも普段は一応ちょっとお股のところはねうんちとかね汚れがあるから、そこだけはやっぱり泡で洗ってるんだけど、あと手だね、手もにぎにぎしたりしゃぶったりしてね、結構ほこりついてたり汚いから、あとまあ首もね結構さ、ミルクがほっぺたからツーって伝って汚れてたりするんだよね。いくよ、やっぱり本当ね腰にくるよね、シンクで沐浴するのって。私もそうだしマークもそうだけど、背が高いからなおさらかがむんだよね。新生児の時はひょろひょろだしちっちゃいし、裸ん坊だとすごい不安になってたけど、今2ヶ月経って結構ふっくらしてきたから、裸ん坊でも抱っこするの割と平気かもしれない。ね、かわいいね、フード付きのバスタオル。おむつで隠れるところだけ先にクリームで保湿して、タッチして、他の場所も保湿して、かわいいお顔もね。じゃあ洋服着よう。ここからはいつも私がやってるから、お耳の綿棒とか鼻水器とかブラシでね溶かして、ベビー綿棒でこっちもやらせて、お目目パッチリちゃん、うん、そうなの、うん、そうか、
りたいので、このホンビのハイローチェアに乗せて洗面所の目が届くところにいてもらおうかなと思います。お風呂場に行きますよ。お風呂のドア開けとこうかな。よし、泣かずにいい子で待っててくれました。うん、ありがとうね。なんか水の音って赤ちゃんが落ち着くとかって聞いたことあるかな。はい、移動します。ダブリしたら落ち着いたね。よし、ちょっとドライヤーしていきます。さて、リビングに行きたいんですが、絶対起きちゃうよね。てかまあどっちにしろベビーベッドに移すとき起きちゃうだろうからしょうがないか。行きます。あ、起きちゃいましたね。それなら仕方ない。あ、やばい、おしゃべり落とした。あ、やばいやばいやばい。泣く泣く、絶対泣く。このまま寝ぼけた状態のままベビーベッドにインしたいと思います。閉めてなかったです。これね、カーテン閉める音でね、絶対起きて泣いちゃうと思うんだよね。どうしましょう。次の授乳あげるタイミングでカーテン閉めればいいか。やっと寝てくれて落ち着いたので、ちょっと今からお部屋の片付けもしていきたいと思います。なんと起きました。もう完全にこっちのキッチンとか廊下とかも消して真っ暗にしたいと思います。おやすみなさい。